トリオースリン酸イソメラーゼの上面図トリオースリン酸イソメラーゼの側面図 TIM バレルは8つのアルファヘリックスと8つの平行ベータシートからなるタンパク質ホールドであるトリオースリン酸イソメラーゼの頭文字を取って命名された現在では TIM バレルはたくさんのタンパク質で見られタンパク質の中でも主に酵素中で保存性の高い構造であることが わかっている。tim バレルは、アルファヘリックスとベータシートを両方持つアルファベータ型の構造である。アルファヘリックスとベータストランドはそれの移動を形成し、ドーナツ型を作る。平行ベータストランドがドーナツの内側になり、アルファヘリックスが外側を取り囲む。リボンズでは、タンパク質の中心に穴が開いているように見えるが、この図には、 アミノ酸の即差が描かれていないことに注意しなければならない。実際には、タンパク質の中心は、かさ高い素水性アミノ酸の残機で密に詰まっている。シートとヘリックスのパッキングも、主に素水効果によるもので、バリン、ロイシン、イソロイシンの分岐アミノ酸が、ベータストランドの約40%を占めている。TIM バレルの構造を作るおよそ200の残機の、うち、 160ほどが共通だと考えられている。残りの残機はループ領域にあり、ヘリックスとシートをつないでいる。シーマッタン側のシートのループには活性部位があることが多く、この構造がよく見られる理由の一つとなっている。ループの領域が長いため、他のタンパク質ドメインも含むことがある。ありがとうございます。